サンマロー駅の前の広場です。バス停が目の前にあるので、電車で来てもここから旧市街の方まではバスで行くと便利だと思います。さあ今から、この止まってる特急電車に乗ります。12時18分発のレンヌ行き。もう乗車できるみたい。これは、特に座席指定はしていません。この30分後にこっちの、インウィっていうのかな、これは高速鉄道ですね。こっちは座席指定が12ユーロかかるので、こっちの方が TGV の方が少し早く着くし、これに乗ります。指定がないということはどこでもいいということですよね。ここ自転車置き場ですね。1階席2階席座る席は十分あるので、どっか適当に乗りますか。ここでいいか。2番。はい、じゃあここに乗ります。出発します。バイバイセントマロー。新幹線かっこいいですね。いつか乗ってみたいです。レンヌまでは多分40分ぐらい。今日のお天気はどんより曇ってますね。一雨降るかもしれないですね。今ね、実は電車が1時間半ぐらいこのローカルな田舎の駅で止まってしまいまして、何かレンヌの方で事故があったみたいで、2時間止まりますっていう具合に、もちろんフランス語で放送があったため、私たちは何が起こってるのかさっぱり分からず、なんか紳士制服、スーツ着た紳士っぽい人に英語で聞いたら、2時間止まるらしいよって言われて、はい、でずっと待ってました。で今動き始めたんですけど、これみんな乗れたんでしょうかね。スーッと動き始めました。外に遊びに行かなくてよかったです。はい、ということで、フランス鉄道、故障とかじゃないので、こういうことはどこでもいつでもね起こり得ることだと思います。事故についてはあまり詳しい、説明はないんですけども、私たちは別に急がないので、なるがままに行くしかありません。放送が入ります。
serait dû à une excellente personne en gare de Pontchaillou. Pour toute réclamation, je vous invite à contacter le TER Brest-Bon sur le site ou sur via Insta ou Facebook. Madame, monsieur, je souhaite un bon fin de voyage. はい、というアナウンスです。英語のアナウンスはありませんので、フランス語分かる方通訳してください。レンヌの駅に到着しました。すべての電車が1時間半ぐらい遅れてるんだと思います。ここからモンサンミシェルに、ね、行く人もいると思うので、ね、バスの時間とか大変だったと思います。私たちは今日はこのレンヌの街で一泊します。じゃあちょっと駅の外に出てみます。フランスは改札はないんですかね。もう改札出ずに外に出てしまいました。大きな街ですね。ガレデレンヌでは、ここから旧市街まで行くんですが、歩くと20分かかるみたいなので、バスで行くか、メトロで行くかですね。メトロで行きますか。